ウクライナ軍東部で劣勢、二正面作戦の喫緊見通せず。ウクライナ軍が東部ドネツク州でロシア軍の猛攻を前に劣勢に立たされている。ゼレンスキー大統領は一部の前線で戦況が極めて難しいと説明。ウクライナ軍は目下ロシア西部クルスク州への越境攻撃とドネツク州防御の二正面作戦にあえて出ており、これが吉と出るか凶と出るかは見通せない。ロシア軍が猛攻を仕掛けるのはドネツク州ポクロフスク方面。今年2月に激戦地アウディウカが陥落したことでウクライナ軍の防御に穴が開き、領土の奥深くへの前進を許している。ポクロフスクは交通の要衝、人口約6万人だったこの地がロシア軍の手に落ちればウクライナ軍は補給面で大きな制約を受ける。さらに近くの都市コンスタンチノフカが孤立し包囲される恐れも出てくる。ポクロフスク方面の戦況報告を受けたゼレンスキー氏は28日、ロシア軍が集中している、陣地を守る兵士と指揮官に感謝すると演説した。一方ロシア本土で制圧地域を拡大し続けていると強調。越境攻撃がドネツク州への増派を試みるロシア軍の足かせとなっていると主張した。ゼレンスキー氏は27日の記者会見で、北大西洋条約機構 NATO 加盟国から届いたばかりの米国製戦闘機 F-16 が実戦投入されたと認めた。ただ数量はわずかで、ロシア軍による26日の大規模空爆でミサイルを撃ち落とす任務にとどまっている。一機は墜落しており、前線の戦況を変えるにはほど遠い。日本とロシアどちらが勝ったのか、日露戦争を知らなかったトランプに見せた日本政府の大人の対応、もしとらに備えた苦渋の二股外交、池上彰が見る分断アメリカ。今年11月のアメリカ大統領選挙の結果は日本の対米外交にも大きな影響を及ぼす。これまでのアメリカ大統領と日本の首相の関係をもとに、池上彰が日米外交のジレンマについて解説。池上彰が見る分断アメリカ、民主主義の危機と内戦の予兆、法務社より一部抜粋再構成してお届けする。プーチンも望むトランプ大統領。ロシアのプーチン大統領はアメリカの大統領選挙について聞かれ、トランプ氏よりも予測可能で古いタイプの政治家であるバイデン氏の方が望ましいと答えました。果たして本音なのでしょうか。2024年2月、トランプは大統領在任中に NATO 加盟国のある首脳に、軍事費用の足りない国がロシアの攻撃を受けたらアメリカはその国を守るかと問われ、守らない、むしろやりたいようにやれと勧める、あなたは国防費を負担しなければならないと伝えたと報道されました。これはトランプ本人がサウスカロライナ州での選挙演説で述べたもので、実際にそういうやり取りがあったかどうかは分かりません。自分は NATO の首脳にもこんなに強気に言えるぞという支持者へのアピールだっただけかもしれません。これに対してバイデン大統領をはじめ NATO 加盟国の首脳からも批判の声が上がりました。そしてロシアにやりたいようにやれと言ったという発言を聞いた多くのアメリカ人が、トランプはロシア寄りだと感じました。基本的にロシアに反感を抱いているアメリカ国民にそう思わせることは選挙にとってはマイナスです。トランプは自慢のつもりで言ったのでしょうが、選挙を考えれば失言でした。これを知ったプーチンは、バイデンに支持が流れることに焦りを覚え、バイデンが望ましいと答えてトランプの失言による影響を消そうとしたのです。プーチンにとってはトランプが望ましいに決まっています。プーチンがバイデンの方が望ましいと言ったのを聞いたトランプは、一瞬間を置いてから、ロシアにとってはバイデンより自分の方が脅威になると認めたのだと語ったそうです。その一瞬にはプーチンはバイデンより自分の方がいいはずなのにと考えたに違いありません。これをすると一発アウトなトランプが最も嫌うこと。
結果的に世界は模試トラに備えるようになっています。予測するだけでなく、そうなった場合のためにすでに動き始めているのです。そうするとバイデン政権は一期目にしてレームダックになります。レームダックとはヨタヨタ歩きのアヒルという意味で、任期の終わりに影響力を失った政権や政治家を指します。つまり本来ならばバイデン政権がレームダック状態になるのは2期目の終盤なのですが、トランプが復活した場合のインパクトがあまりに大きいのでこうなってしまったのです。2016年9月、当時の安倍首相はニューヨークに赴き、ヒラリー・クリントンと会談をしています。ここで安倍首相は、再びお目にかかれて嬉しい。私の政権が進めている女性が輝く社会にいち早く賛同の意を表明していただいたことにお礼を申し上げたいと述べました。大統領選挙中に首相が候補者と会うのは極めて稀です。外務省が当選確実と見たヒラリー・クリントンにいち早く挨拶をしておいた方がいいとアドバイスしたからだと言われました。しかし結果はヒラリー・クリントンではなくトランプが大統領に決まったのでした。焦った安倍首相はトランプの当選決定の直後、ニューヨークのトランプタワーに出向いてトランプに会います。現大統領ではなく次期大統領と首相が会うのも異例なことでした。これはトランプにとっても大統領に決まって初めての外国首脳との会談になりました。こうして安倍首相がトランプの胸に飛び込むことによって初期の失敗を帳消しにし、異例ずくめの日米首脳関係が生まれたのでした。オバマ大統領と任期が重なった4年間で安倍首相は10回の電話会談を行っていますが、トランプ大統領とは30回に上ります。ゴルフも4回あり、令和になって初めての国賓もトランプ大統領でした。安倍元首相に近い人から聞いたのですが、トランプが最も嫌うのはマウントを取られることだそうです。上から目線で物を言うと一発でアウトだそうです。同じ鉄を踏みたくない日本政府。安倍元首相との間で過去の話になったとき、安倍元首相が日本はかつてロシアと戦争をしたというと、トランプは日露戦争を知らなかったそうです。その上でそれでどちらが勝ったのかと聞き、日本が勝ったと答えたら、おお、それは良かったと言ったそうです。この時日露戦争も知らないのかという態度をとっていたら、日米関係は大いに難しいものになっていたでしょう。次はウクライナ軍関連のニュースです。 NATO 事務総長、ウクライナの越境攻撃を擁護、自衛権の範囲内。北大西洋条約機構 NATO のイエンス・ストルテンベルグ事務総長は31日付のドイツ紙ウェルトのインタビューで、ウクライナによるロシア西部クルスク州への越境攻撃は自衛権の範囲内との見解を示した。ウクライナは8月6日ロシアへの奇襲を開始、これまでに数十の集落計1200平方キロ以上を制圧したと主張している。ストルテンベルグ氏はウクライナには自衛権がある、そして国際法によればこの権利は国境でとどまらない。あの地域クルスク州のロシアの兵士、戦車、基地は国際法に基づく正当な標的だとし、ウクライナを擁護した。ウクライナ国内からの攻撃であれば、ロシア国内への長距離ミサイル攻撃であっても自衛権の範囲内と言っても差し支えないと思いますが、越境してロシア国内に侵入し、そこを拠点としてさらに攻撃侵攻を続けるというのは自衛権の範囲を逸脱しているのではないかと思います。ウクライナが製造した武器であれば、どんな長距離兵器であろうと他国からとやかく言われる筋合いはありません。ウクライナは他国から提供された武器を使い戦っていることで、提供国の使用制限がある特殊な事情があります。自衛隊がウクライナと同じことをした場合、専守防衛と言えるのでしょうか。自衛権の範囲内と言えるのでしょうか。敵基地攻撃能力の解釈はそこまで広いのでしょうか。ストルテンベルグ事務総長は今までも、
事後承諾でウクライナ政府の言うことはなし崩し的に認めてきましたが、さすがに越境攻撃後は自衛戦争や防衛戦争とは言えないと思います。